はようございます。ルアーチャンネル、ルアーちゃんです。今回はこの装備ってことは雨ですよ。ほら魚がほら全然おらん。なにこれ、これはやばい。何もおらん。今日は雨なのでローライト、とりあえずキンバリでアピールといきましょう。なぜここに入ったかといったらアジがいる要素が大きそう、近くに河川があって水路ね、まあ河川というか、でプランクトンがたまりそうでしょ。で外洋に面している、で潮通しがいいなので、ここの場所に選んでみました。ただ水深が浅いんですよ、めちゃめちゃ。そうなのでそれがちょっと心配ですが、やってみましょう。キンバリでアピール。よし、とりあえずやってみましょう。何かけどこの城かな、何かはおるな。アジではなさそうやな。もうちょっと重たいジグターの方がいいのかな。とりあえず 1.5 でやってみてます。あった、あーくそ、これ巻くだけでさ当たるってことは相当のなんかアジかなんかが入っとる。アジじゃない、移動してきました。釣れるかどうかはわからない。ダメなら 2.5、 うん、重たいやろうな、ジグタンでも。そう、あのね、聞かれたんですけど、アジがこういるのに急激に釣れない時どうしたらいいですかって聞かれたんですけど、そういう時ってあのね、アジが産卵時期に入っているともうアジいても食わないんで、何しても食わないんです。アジも食いたいんやけどお腹いっぱいやし、卵を持ってるからね。そうだから産卵行動とかが絡んでくるんで、普段釣れてたところが急に今の春なんかだとね釣れなくなるとか、アジはいるのにあれ前釣れたのにとか、そういうことがあるのでね、まあ状況見次第でやっていかないといけないかな。
産卵後とかはね、あの接岸するんやけど、だいたい19度とかそのあたりやってくるともう産卵行動入るからね。難しい季節になってきましたね。今まで連れてったのに嘘やんっていうのが多くなるからな、難しいよねこの季節。今日餌釣りの人も連れてないよね。じゃあやっていきたいと思います。今日移動ばっか、全然釣れやん。どうしよう、魚が おらんね。これめちゃめちゃ雨降ったからその影響あるんやろな。でもアジってそんな関係ないよね、やっぱ水温だよねこれ。ちょっと小アジが深場行っちゃったね。残念でした。で、適度にでも誘いは入れていくんですよ、こうやって。これは途中でかかったからそんな大したことはないんやけど、まあでもこの中アジぐらいが今中層に追ってくれるんやな。よし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 
よし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 よ